始まりました。新今泉の I love you を届けたい。はい、静岡初のアイドルグループフィッシュボールの私新今泉がソロ曲 I love you をお届けする、ライブで弾き語りするまでをお届けするこの企画、皆さん今日はいつもと撮影場所が違うのにお気づきでしょうか。お声も聞こえてきましたね。ファンの方にはおなじみだと思いますが、ここはフィッシュボールの事務所です。そして事務所に来ているということは、前回の動画で発表した通りメンバーへの弾き語りを披露します。なんと今度メンバーの前で弾き語りをするということが決まりまして、どうしたらいいでしょう。ということで早速今日はこのために集まってくれたメンバーを紹介します。フィッシュボールの大城桃子と木村春音です。自己紹介をどうぞ。はい、フィッシュボールの浜松市出身大城桃子と御殿場出身木村春音です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はね、この弾き語りのお披露目の企画のためだけに事務所に来ていただきましたが、はい、どうでしょう、新今泉が弾き語りをやるって聞いて何か思いました？でも、うん、ギターが似合うっていうか、普通に初めて背負った写真見た時も、なんか全然違和感がなく、なんか普段から持ってそうだもん、弾けそうだったよね。そうだよね、普段から持ってそうだもん。そうだから、あのリュックを背負ってる時はすごい自分も自信が持ててたんだけど、でも全然弾いてくれないんだよ、うん、目の前で全然やってくんない。なんかちょっと弾いてみてよ、うん、言っても、そうだね、いやちょっとまだ無理、本当に無理です。そう、堅くなにね、メンバーにもプロデューサーにも、そんなね大きいリュックを背負ってるんだから中のものを取り出して弾けよってすごい言われましたけれども、あの堅くなに拒否してきましたか、今日は披露ということで。本当に初めて。課題曲はマリーゴールドなんですけれども、桃子はもうマリーゴールドと馴染みが、うん、去年の週刊ヤングジャンプのリドルエースっていうオーディションで配信審査があったんですけど、その配信審査の BGM が自分で選べて、その時にずっとマリーゴールド流してたから、なんかすごい泉のマリーゴールド弾くってなると、なんかフィッシュボールとマリーゴールドがなんか、ね、関係性があるみたいなんだけど、そうだから課題曲決める時も、あのマリーゴールドってなった時に、あのすごいももちゃんのイメージがあって、いろんなスタッフさんに言われて、そんなマリーゴールド頑張って練習してきましたので、今日は2人の前で披露していきたいと思います。イエーイ。それでは聴いてください、マリーゴールド。光は目の前でずっと
ということでメンバーへの初披露が終わりました。イエーイ。すごく緊張したんですけれども、やっとあの山を越えたなという一安心でございます。どうでしたか？すごい、なんか、いつでもなんかずっとまだ弾けないよとか、まあ全然何もできてないよっていうことしか言ってなかったから全然弾けてるじゃんと思ってびっくりしたし、なんか最近全然忙しくて時間ないかったのに、なんか 毎日ちょっと練習頑張ってて、それもすごいなって思いました。ありがとうございます。なんかさっき、どうって聞いた時に、全然できないから歌ってほしいって言ってたんだけど、大丈夫じゃんと思って。あ、かしかも、なんだ、最初は歌ってたけど、途中から聞き入っちゃったね、2人でずっともう聞き入っちゃったから、そう、2人がすごい楽譜の上から頭がすごいというのを見てすごい安心しながら歌いました。なんか頑張ったなって。ありがとうございます。はい、ということで、メンバー2人に私の弾き語りを初のね、あのお披露目をしたわけですけれども、皆さんどうでしたでしょうか？よかったら YouTube のね、コメント欄で感想を教えてください。今日はメンバーへの披露をしたんですけれども、皆さんへの初披露の場所も決まりました。よー、10月6日の静岡大好き祭りで新井泉になんとソロステージを用意してもらうことになりました。ソロステージです。第1話では生誕祭でお披露目するっていう話だったんですけれども、応援企業の皆さんと一緒に開催する静岡大好き祭りで初披露と正式に決まりました。ソロステージ、ちょっと今考えるだけでドキドキして、初めてのね、一人の多分ステージになりますので、ぜひ皆さんに楽しんでいただけるように、これからまた練習を頑張っていきたいと思います。頑張ります、はい。そして次回からいよいよ私のソロ曲 I Love You のレッスンが始まります。弾き語りではどんな風になるのか、皆さんぜひ楽しみにしていてください。すごい、静岡の中心で愛を叫ぶだ、そういうことですよ。頑張ってください。頑張ります。ありがとう2人、今日は。イエーイ。